そう、それを。マジか。おはようございます。おはよう、おはよう。ああ、あばか。はい、ということで、星島くんね、星島くんがちょっと最近寂しいっていうことで、仕方なく、やむなく俺とゆっぴを参戦させようという。てか、たのねさ、こうやって飲む方、やっぱこれ、すごいまずくないこれ。あ、こいつの方が酔っ払っとる。まあ、じゃあ改めてね、うん、じゃあゆっぴの紹介からいく。いやいやいや、いい、俺の紹介はいいか分かんないけど、いるだろ。ゆうだらしてる、本当にまあ半年前ぐらいに入店して、まあまだ未経験半年なんですけど、ちょっと頑張らせていただいてます。ラスクって言います。よろしくお願いします。イエイ、ラス様です。彼は未経験5ヶ月目ということで、いろいろ経験ありました。5ヶ月入店して5ヶ月のゆっぴゆです。よろしくお願いします。お願いします。中洲で、まあ多分夜ある程度長い人間だったら誰でも知ってるぐらい、歌舞伎の人間でも絶対知って、俺も知ってたし、まあ、九州で一番有名なホスト、ずっと、まあ、ずっとホストホストのアクセスランキングで一番上にキャバ嬢かなって思ったらホストだったっていう。もう次のイベントマジで茶髪にしようかなと思って。あ、喜ぶ。楽しいけどね。まあでもそんな感じでね。今後ね、星島くんね、新たに僕とかね、ゆぴの枠ができて、なんていうんだろう、星島くんっていう、いや嬉しいですね、マジで本当に嬉しいです、本当。星島チャンネルの俺らの番組枠ができるみたいなね、ニュアンスですね。いや、俺が思ってたのが、福岡の時から俺星島くん見てたんよ。見てて、この背景のところに俺が出るとは思ってもなかったけど、ね、ラスク様よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに僕は星島くんは一回も見たことがなくて、YouTube を見る習慣がないから、だからまあちょっと、まあ知らない、よく分かんないけど、星島くんちょっと出させてもらおうかなというふうに思いますね。ここからなんか個人 YouTube まで発展していったらいいけどね。まあね、名前はあれ、まあ、とりあえずラスクメッシみたいな感じで、俺は他店舗とグループの有名なホストさんと一緒にご飯行って、ちょっといろんな話を聞いてみたいなチャンネルを、まあ、番組をちょっとねやらせてもらおうかなと思ってるんだけど、ゆみ何やりたいのある？あ、俺のもうやりたいっていうか、もうほぼなんかこのチャンネルをやらせてもらう上でもう決まったことがあって、うん、そう、女の子の方が俺結局見てると思うのよ、7割ぐらいは。そう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 、で大体2割ぐらいホストやろ、まあ、でそうそう思ってる。でもっちょいホストなんだろう。本当にもう結構ホスト見てる俺は。もうそのもう9割ぐらいにはヒットすると思う。美容赤とあともう男の人に対してはちょっとなんか女の子に対する対応の塾みたいな感じで俺は話していきたいなみたいな思ってるっていうのは、なんかホストじゃなくて一般の男性に向けてこと。そうそう、一般の男性に対してもそれはおもろいです。ホストに対してもそれはもう絶対使えると思う。俺がお金払って受けたセミナーみたいなやつもあるし、もう約ホスト10年、あ、25って言ってんだけど、10、4個くらいやったね。だけど質問とかコメントで来るじゃないですか、大体なんかもう来たらそれに対して全部答えれるような、なんかまあ YouTube 発信みたいなやっていった方がいいと思う。そしたら日本の男の子とあとホストの男の子が女の子に対する、まあ、考え方がマジ変わるんじゃないかなみたいなね、思うから、そこはなんかちょっと発信していきたいって思ってる。ちょっと喋り好きだわ。うん。そうだ、ゆっぴが酔っ払ってるってことだけはすごい伝わってきたんですけど、一般の男の子がホストに女の子の教育から学びたいと思ってるの絶対いるよ。ああ、そっち系ちょっとおもろいな。それ言っちゃうと。そう、いやもうこれでもう本当に指塾とかやってしまったら、もうミオさんから相当お前ちょ降格ねとか言われそう。いや待って、俺ヤシロ飯パクってラスク飯やろうと思った。俺もまだこれが通るかどうか知らんからね。ナムさん、本当にこれセーフなのかどうか、ミオさんの機嫌いい時に確認して。間違いない、間違いない。ということでね、はい、もうね、星島やらせていただきます。はい、はい、やらせていただきます、星島くん、これからね。まあでもその俺的な、あと逆になんか、まあ俺個人とかゆっぴ個人とか、あと俺ら二人でとかので、なんかやってほしい企画みたいなのがあったら、今のうちにコメントでバーって乗っけてほしい。あー、確かに。 DM とかで、あ、そう、 DM とかでもリクエストほしい。確かに女の子の悩みみたいなのもある程度こうコメント欄とかにたまるんだったら、俺とゆっぴでなんかこれはどう、そういう営業だよみたいなのやりたい。あ、酔っ払いやこれ質問。
基本的には個人個人で撮るけど、たまに2人で撮る時もあるっていう。あ、そうです。あ、もちろんもちろんもちろん。2人もやりたい。絶対やる、絶対やる。そう。まあ、ゆっぴーモードはしてるけど、全然ね。ちなみに、あの、本当になんか、ボーイズバーでこいつ脱いでたからね。ボーイズバーだっけ？あれ、ボーイズバーじゃないの？あれ、ボーイズバーじゃないの？あれ、一応サッパーや。あれ、サッパーな？男の子多かったけどサパイ。あ、そうなんや。一応サパイなんや。一応サパイ。何の話してんの？いやいや、筋肉見てって言われたから見たけど。お、ここいいなと思って。いや。ボイルルイとお付き合いください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今までね、あの、細島くんチャンネル登録してないけど見てたって人いると思うけど、俺のためだけに、あの、チャンネル登録してください。はい、以上です。短くない？これ、ほんとに？これでいいの？まあ、これからここでお互い撮らせていただくんで、よろしくお願いします。もうなんか、どんなコメントでも OK です。まあ、基本的に、ホストに関することでも女の子に関するコメントとかがめちゃめちゃいいかもしれない。で、女の子からしたらなんかホストのこういうところがなんかよろしくないよねみたいな。でも今の文化的にあのホストって良くなったから俺らが選抜してなんか話したいかなっていう気持ちはあるかな。うん、まあ、あとあの高校生の男の子とかから好きな女の子の落とし方とか聞かれたら別に俺全部個人的に個別で DM 返すからね。一番青春ですけど、青春捨ててきたから、青春とかなかったおかげで俺青春に青春コンプレックスがあるから。あ、そうなの？あるよ。そうなの？はい、ということでね、ぐだぐだ喋っちゃったんですけどね、反抗期が髪の毛に来とるらしい。あいちいね、無事ね。はい、ということで皆様今後ともよろしくお願いします。彼はもうそろそろ限界あるんでね。はい、じゃあ、今後これからねよろしくお願いします。お願いします。終わり。ラビュー。